はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。今回は This is a Boris 19日目になりますね。続きをプレイしていきたいと思います。というわけで、いつもの通り長官のチェックからしていきましょう。まずは市長ロベスピエールの証言に過激思想が見られないか検察当局に確認を依頼。2紙目、ロベスピエール金もあるが世の中への不満もあると発言と。で、最後はフリーバーグ大学授業料値下げへということで、じゃあ長官チェックの後は早速元気に仕事に出勤していきましょう。いつも朝の7時から夜の2時まで働き詰めですからね。そろそろ倒れてもおかしくないですけどね。さあ出勤状況ですが、ホワイトちゃん、女性ですかね。これは大好きな俳優が主演している映画が今日公開されるんです。退社してもいいですか。まあいい、良くないけどいいよ。俺も良くないこといっぱいしてるからっていう感じかな。まあ、BGM はいつものジャズカントリー的なものを流していきましょう。給料に関してだな。給料前回 90% オフされてるからな。60ドルってね、今でいう6000円ですからね、日本円の。ちょっとひどいよな。爆破予告が発生します。グリション・フランクという名の怒った木材伐採人が大聖堂に爆弾を仕掛けたと主張している。警察が神父を逮捕しない限り多くの市民を巻き添えにして建物全体を爆破するつもりらしい。神父は先日亡くなった妻に病院での治療を拒否し、神からの助けを求めるよう言ってきた。ちょっとなんともだけど、爆発物が本当にあるとしたら危険なんで、ストロング、あとはマギリカティにレイグッド、この3名を派遣していきましょう。で、先に警察署の方に行ってきますか。リクルートができるね。そしたらチンビン、チンビンのシフト B に追加しようか。いや、A だな。あと警官か。あんまり優秀な警官がいないな。悲しいかな。ただ警官は数がいればいるだけいいというのもあるんで、出していきましょう。何？ウォームスリーが死んだか。盗品販売の子は？うわー、死んだか。デブリッドもちょっと警官が危ないな。2人体制ぐらいでやっぱりちょっとやっていかないといけないですかね。刑事事件に関してはね、単独捜査だとちょっと危険が出てきましたね。さて、アジア人の警官を雇用ということで、視聴者よりですね、名前を伏せておくがある日本人のビジネスマンが間もなくフリーバーグに到着する。市は彼と重要な契約を結ぼうと考えている。彼は警察署を含めた私たちの公共施設を視察する予定だ。視察は8月5日に予定されている。当日は最低3人のアジア人警官を配置してほしい。アジア人か。どこでアジア人で見極めるかだよな。名前しかわからないけど、小泉とか村田とかわかりやすかったですけど、すでにもう村田は死んでますけど。4600ドル自動小銃を売った金が 50% を職員とシェアしましょう。全く金がなくなりましたからね。大聖堂での爆破予告ですが、爆破予告を公表し直ちに避難を、させるか、爆弾を探すために軍隊を配備するか、神父を探して避難を開始させるか。まあこれは一番上でしょう。祭壇の近くの座席の下で即席爆弾が見つかった。本当に？
バッテリーを切る、大聖堂から全員が避難したことを確認する、すべてのワイヤーを切断する。まあ普通に考えたら全員避難を確認ですよね。よし、大丈夫だね。いやー、警官もだいぶ様変わりしたな。当初もね、特にシフト A に関しては大量に殉職者を出したというのもあって、人がだいぶ変わりましたね。で、僧侶がやってきて、所長、ボルヌを身にまとった男が署に入ろうとしています。彼はチベットの僧侶で、警官たちに暴力というものの本質について語りたいとのことです。まあ入れてやる分ぐらいにはいいでしょう。公然わいせつ。酔った若者が友人たちから促されてレジのカウンター付近で服を脱ぎ捨て、コンドームを一箱購入しようとした。ある一種のいじめや通過儀礼みたいなものだろう。うん、だったらまあミルサップちゃんに言ってもらいましょうか。女子ですけどね。これも通過儀礼だ。サンド一家からのヘルプ要請ね。これ結構大変なんだよね。安全対策の一環として牧場の従業員を総入れ替えすることにした。隣の市から新たに8人の使用人を雇ったが、彼女たちの乗ったバスがボルガーのチンピラどもに阻止されてしまった。使用人たちだからといって甘く見ると痛い目に遭うということを教えてやりたい。まあこれはね、完全に暴力行為なんで、バーディーにレイグッド、この2人を出しましょう。まあサンドなんてね、マギリガディとレイグッド、一番能力の低い2人でもいいんですけどね。ちょっと能力の低い人間を鍛えたいというのもあるんで、単純に。公然わいせつはミルサップが捉えましたね。よくやった。またサンド一家が。サンド氏が所有するホッケーチームは重要な試合を目前に控えている。練習時間中はアイスアリーナは閉鎖されているはずなのだが、スタジアムの責任者からの連絡によると、奇妙な格好をした者たちがアリーナに侵入し、スタンドに登っているらしい。なるほど。もうこれはじゃあマギリガティではなく、ダリアスにしよう。150。星のマークが150。で、まあ、平均的な能力を有する、経験を有する警官になるんで、今一番低いレイグッドだと100。一番高いストロングだと475なんで、まあ、これをね、なんとか全員150以上に上げていくっていうのを、まあ、当面の目標にしていきたいなというふうに思っています。じゃあ暴行事件ですね。発狂した女性から通報。なんてこと、この恥知らずが私のベイビーを殺してしまうわ。今すぐできるだけ多くの警官をよこして。そしてブッキーラボーに電話が切られた。なんかこれ危ない感じがするな。危ない感じがするというのはただのガセネタという可能性を感じますけどね。今日はまだスワットを出さなきゃいけないような凶悪凶事件は起きてないですね。誤報だったが、やはり年配の女性が飼っている猫が近隣住民の犬と喧嘩になったようだ。家の中から4匹の猫が飛び出して加勢すると、その犬は自分の家に逃げ帰ったと。まあそうだよね。なんか誤報の雰囲気がプンプンしてましたからね。殺人未遂事件だ。橋の上を車で通りかかった女性は、2人のギャングが野生を襲った男性の足を掴んで橋の欄干から吊るしているのを目撃した。男性は暴れて叫び声を上げている。なんか危険な香りがするね。これはじゃあストロングに、今日ストロングまだ出勤してない、ああ出動してないね。さらにダリアスにマギリガディ、この3人結構いい布陣ですからね。事件にしっかり対処してもらいましょう。
で、ひき逃げ事件と放火事件の続報を入っているか確認しましょう。新しい写真は見つかってないか。じゃあ、放火の方は放火の方も新しい証拠はないと。さあ、もう深夜ももうすぐ2時だ。今日の勤務も終わりますね。長かったな。勤務じゃあ終了していきましょう。もう明日朝7時にまたね、会社来なきゃいけないんで。結局今日は7時まで働いたか。3時まで働いたか。3時まで働いて、次の日は7時から出勤ってなると結構きついっすね。まあ3時で家に帰って4時。んで、まあ7時に出勤するってことはまあ6時過ぎには家を出るとして、まあ2時間寝れるか寝れないかだよな。いや、激務だな。しかも休みが今のところ1日もないっていうね。シフト B がもうカスだな、これ。まずいな。そうなるとバーディーには明日の出勤を命令せざるを得ないね。はい、というわけで19日目お届けをさせていただきました。いかがでしたでしょうか。次回は20日目20日目ですね。プレイの方をしていきたいと思いますので、引き続きいい応援よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。